平成24年9月29日6時52分林道終点です。これから花尾山に登ります。植林帯です。あと 1.2 キロです。7時です。続きかな。滝があります。帰りに寄りましょう。鹿がいましたね。7時17分あと300メートルですね。お、明るくなりましたよ。別の道で合流するんですね。うわぁ、日は差していませんが、明るい雲海ですね。近くで虫が鳴いています。草原帯になりましたよ。昨夜の雨でまだ濡れてますね。あと100メートルが出てきましたよ。元気になりますね。しかし楽しみながら行きましょう。こちらも雲の中ですね。あ、見えてきました。これは本当に立派な石囲いですね。神社の石積みというのか、昔は社があったそうです。あ、ここはちょっと見えますね。幻想的ですよ。ここには2つの社がありますよ。7時35分山頂です。お、日本海見えますよ。大三島があっちの方でしょうね。この山は日本海と瀬戸内海の分水嶺になっています。三角点ですね。こちらの社は北向きでしたね。
また雲が覆ってきましたね。さあ、本当にまた雲に囲まれましたね。下山方向です。これから下山します。7時53分。かなり急ですよ。しかも濡れてるから滑りやすいですよ。日本海のちょっと見えていますね。桂木山ですが、霞んでいますね。8時です。分岐を下っていきますよ。山頂から600メートルと下ってきました。下斜面はそんなに明るくなりませんね。8時25分、林道終点に戻りましたよ。下山です。